りはコットンの視点でお話。
どこ行ったの？コットンがこっそり食べたんじゃないの？ダメよ、ビロー食べ放題の約束忘れたの？事件解決まではビローをお預け。お前か、お前が取ったのか、返せ、私のビロOkay.
かなくなってる。おかしいな。確かにウィローを手に入れたのに。絆ウィローってさ、結構役立たずなんじゃない？役立たずは食べちゃおう。ほら、この子は私に食べられないって震えてる。ダメよ、これを食べたら本当に何の手がかりもなくなるから。もう二度とウィローが手に入らなくなってもいいの？レディーゴー！
前に与えるウィローなどない。あんたが犯人ね。今まで盗んだウィロー、耳を揃えて返しなさい。ちょっとそんなわけ。こいつもいただいていこう。いつの間に私たちの絆ウィロー。すべてのウィローは俺のものだからな。さらばだ。貴様には絶対にウィローは食わさんぞ。絶対の絶対にだ。
し、しぶといやつね。あ、ウィロー泥棒、ついに見つけたわよ。こんなことしてただじゃおかないわよ。一旦ギッタのメタメタとバラバラにしてやるわ。この恨み晴らさずおくべきか。そのセリフのしをつけて帰る。返せと言ったな。返してやろう。この地上に、貴様に、この巨大ウィローに俺様の怒りをたっぷりと乗せてな。感謝するぞコットン。これで巨大ウィロー計画は完成する。ウィロー
き始めた。もはや誰にも止められん。大変、巨大ウィローが。このままだと妖精国が、地上がめちゃくちゃになってしまうわ。ああ、どこ行くの、ウィローちゃん。待ちなさい、ウィローちゃんは私のものよ。ぬーらー、なんて無茶。でもやるしかないのよね。無駄だ、ウィローの落下は始まっているんだぞ。あー、どうにかなると思ったのか。いくら大きくても所詮ウィローちゃん。コットン、いただきポーン。オラ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 ー、おしゃ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 しこんなところにさっきのバスターランチャー。うう、このまま手に入らないくらいならいっそのこと。まだ一発目は撃てる。やめろ。コットン、巨大ウィローを破壊した。ウィローが消え去りした。その者が青き衣をまといて妖精の国に降り立つとし、失われし絆ウィローを見つけ出し、最後には恵みのウィローの雨を降り注がせるであろう。はい、嘘、バラバラになると思ったのに元のウィローに戻って落ちていくなんて。地上にたっぷりウィローちゃんが待ってるわ。レッツゴー。コングラッチです。